たなかったの？なぜ撃たなかったの？姫谷さん、あなたの言う通り、憎しみでは何も変えられなかった。僕はどうすればいいんだ。僕はもう何をすべきかわからない。石堀隊員は軽傷で済みましたが、ビーストを取り逃がした上に現場から逃走するとは。結果的に顧問を追い込んでしまった私の責任です。現在 MP が彼の行方を捜索中です。ディルトの存在を公にはできませんからね。顧問隊員の処分は最終的には上の判断を仰ぐことになりますが、タイへの復帰は難しいでしょう。
管理官、彼には荷が重かったということですね。かもしれません。でも私は顧問が苦悩に打ち勝ち必ず這い上がってくることを信じています。おとなしく我々と戻りたまえ。記憶を消されるんですね。君にとってはその方が楽かもしれないな。乗れ、君が待ってる。え？早く乗れ。出して。いいじゃねえよ。ほら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 。おい待て待て待て。おい待て待て。姫屋さんはどこに？知らん。あんた顧問だろ。え？とっと日本の作田から聞いたよ。話は後だ。とりあえず俺の隠れ家行こうや。ノスフェルの再生能力の謎が判明しました。この口の中にある臓器です。本体が活動停止するとこの臓器が活発化し急速にクローン再生を行うんです。了解しました。納得。だから何度倒しても生き返ったわけね。姫が追ってた事件だ。やつのことが知りたきゃもう一度事件を洗い直してみるんだな。はい、作田です。八百さん、姫屋の情報が欲しけりゃ協力しな。姫屋くんの？うん、頼んだぜ。食料の手配すんだぜ。あの、あなたは？俺？ああ、実はな、俺も連中に追われてるのさ。以前俺も連中の仲間だったんだけどな。情報操作に隠蔽工作、手段を選ばないやり口にもう嫌気がさしてな、組織を飛び出したんだよ。そうですか。うん。なのに危険を冒して捕まれば記憶を消されちゃうのに。記憶を？やつだ。そんなことまで。でもほっといてほしかった。何？あのまま記憶を消されてしまった方が僕はずっと楽だったのに。叫んだ！おい、記憶を消されてしまうっていうことがどういうことか分かるか。今まで生きてきた証を全て失ってしまうんだぞ。生きてきた証、誰にも他人の人生を奪う権利などないんだ。ましてや真実を隠蔽するようなあの連中に。そんなことは絶対に。かわいそうに行動異動目にあったんだな。全部
お前のせいじゃないか。俺の？お前がリコを殺した。だから僕は合わせてやるよ。え？リコに俺が合わせてやる、そう言ったのさ。リコ、リコ、ずっと会いたかった。また姫也君がたった一人で苦しんでる気がしたから。さっきのは何？姫也君、あなた一体何を追ってるの？リコ、リコ、待って。私にできることがあれば。ありがとう。でも俺のことは忘れてください。カモン君、ここで私と一緒に暮らそう。何もかも忘れて幸せに。いいでしょ？うん、そうしよう、リコ。邪魔するなって、野暮なやつだ。ネクサス、ネクサス、ミゾロギリコ。どうしたの、カモン君。僕のせいで君は。言ったでしょ、もう何もかも忘れていいって。だからもっと近くに来て。ダメだコモン、闇に囚われるな。もう奴を楽にしてやれ。何？お前は奴の中に自分の姿を見てたんだろうが、いい加減奴は苦痛から解放されたいんだよ。愛する者の思い出に浸って過去の中で生きる方が奴には幸せなのさ。そんなのは生きてる意味がない。心配するな、後に残った抜け殻は俺が面倒見てやるよ。忠実な操り人形としてな。貴様のために頑張ってるコモン君ってきっと輝いてるに違いないもん。コモン、過去と向き合い未来を生きるんだ。何を迷っているの？全て忘れ楽になりなさい。ごめんね。リコは死んだんだ。お前はリコじゃない。え？お前はリコじゃない。
過去は変えられないが未来なら変えることができるかもしれない。リコ、しない限り奴は何度でも蘇る。また同じ惨劇が繰り返される。了解。この苦しみは
リコと生きた証なんだ。もう僕は迷わないで歩いていく。過去を変えることはできないけど、未来は変えることができるかもしれないから。一度も嘘をつかないで、一度も後悔はしない。そんな日はあったかな、あの日あなたに出会う。奴は不死身だ。何度倒しても地獄から蘇る。全ては1年前に始まっていたのよ。